ジャッキー・マクリーンはアメリカ・ニューヨーク出身のジャズ・サックス奏者。本名はジョン・レンウッド・マクリーン。レフト・アローン等の演奏で知られる。ジャッキーの父はギタリストでブルース・ミュージシャンのタイニー・ブラッド・ショーのバックも務めた。ハイスクール時代にはすでにアルト・サックスの腕前は上達しており、ケニード・ドリューやソニー・ロリンズと共演。1951年10月、ソニー・ロリンズや アートブレイキーと共に、マイルス・デイビスのアルバム、ディグの録音に参加。その後も何度か、マイルスと共演。1955年、初のリーダーアルバム制作。ほどなく、プレスティッチレコードに移籍。また、1956年1月には、チャールズ・ミンガスの直立エンジンに参加。1958年には、ソニー・クラークの クールストラティンにも参加。1959年、バンドリーダーとして、ブルーノートと契約。同年には、ウォルター・ビショップや、ジミー・ギャリソン等を従えた、スイング・スワング・スインギン発表。また、1960年には、マル・ウォルドロンのアルバム、リフト・アローンに参加し、ジャッキーにとって重要なレパートリーとなる、レフト・アローンを録音。この曲は、 マルゴルドロンとビリー・ホリデーの共作だが、ビリーが亡くなったため、ジャッキーが参加したバージョンが初録音となった。1963年には、まだ17歳だったトニー・ウィリアムスを従えた、アルバム、ワン、ステップビヨンド発表。同作のレコーディングから間もなく、トニーは、マイルス・デイビスにも認められ、マイルスのクインテットに加入した。トニーは1986年のインタビューで、 ジャッキーが自宅まで来て両親を説得したというエピソードを語っている。また、ジャッキーはフリージャズにも継投していき、1967年のアルバムニューオールド・ゴスペルでオーネット・コールマンをバックに従えた。1968年にはコネチカット州で教職につき、音楽活動を休止するが、1970年代前半にスティープル・チェイスと契約して、 活動再開。1986年、1987年、1988年、1996年とマウントフジジャズフェスティバルに参加し、1987年には日野照正、1988年には渡辺貞夫とそれぞれ共演している。1996年日本のサムシンエルスレイベルから遺跡第一弾。 ハットトリックを発表。2006年3月31日、コネチカット州で亡くなる。CD ジャーナルムックジャズスタンダード、名曲徹底ガイド P112 参照ジャズ漫画、愛する不及のジャズ名版 100P10 3章。ありがとうございます。